はい、黒田です。今回はですね、ピッキングについてお話ししたいなと思います。特にね、初心者さんの方って、最初、そのピッキングのコントロールっていう部分がすごくうまくできなくて、まあ、狙った弦がうまく弾けないことが結構あるんですよね。で、そこを、まあ、どうやって、解消するのかっていうのを、解説できたらなと思います。この動画は初心者さん向けの動画なんですけど、中級者さんでも、参考になる部分が多少あるのかなと思うので、よかったら最後まで、見ていただければなと思います。はい、ではね、早速、まあ、解説していきましょうか。まずね、初心者さんに多い、症状なんですけど、右手の、まあ、ピッキングする手ですね。ピッキングする時の動作が小さすぎるんですよね。例えば5弦から4弦に移りたいのに、このピッキングしてるこの幅が同じ状態で4弦に行こうとしても4弦に届かないんですよね。この振り幅が狭すぎるんですよ。最初は、もう初心者さんの、まあ、初心者の頃っていうのは、この指先の動きだけじゃなくて、肘の動き、手首の動きをもっと大きく使ってもらって大丈夫です。どういうことかというと、まあ、こんな感じでね、肘もしっかり使ってあげる。見えますかね？ここの肘の動きですね。ここの肘の動き。こんな感じでね。肘から動かす。まあ、肘と手首ですね。で、この感じで弦移動するときに、さらにいつもより大きく動かして、こう、弦移動するわけですね。こんな感じでね。こんな感じで弾いてあげます。つまり、弦が移動するたびに、このね、手首の位置っていうのが変わってきて、じゃあ6弦から順番に1弦まで下がっていきますね。こうやって、肘もしっかり動いてますよね。肘動いてますよね。これ、同じ位置からずっとピッキングすると、各弦に対してピッキングする角度が変わっていくんですよね。最初はこうやって、こういうね、平行アングルっていうんですけど、こういう角度で入って、けどここでずっと止まってしまうと、下に行くたびに角度がどんどん準アングル、もう弦を擦るような角度になってしまうんですよ。こうじゃなくて、しっかりね、肘も少しずつ下げていって、対応していきます。そうすると、同じ角度で、ピッキングすることができます。こんな感じですね。逆もそうですね。1弦から6弦に行くときも、ここから肘を少しずつ上げていく。2弦、3弦、4弦、5弦、6弦。こんな感じです。少しずつ肘が上がってるのが分かりましたでしょうか。まあ、大げさにすると、こういう感じですね。肘の動きが。ダララ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 、だんだん肘が下がってきて、で、1弦から6弦に上がるときは、また肘の角度が上がっていく。こういうふうに肘もしっかり使う。初心者さんはこの動きが、できてない方が多いと思われます。じゃあ、例えばアルペジオとか弾くときはどうするんですかっていう話なんですけど、まあ C とか押さえますよね。で、 C で、まあ普通に、54321とかだったら、まあ今の感じで、こう、
まあ、手首と肘を使いながらこう弾いてあげると、同じピッキング、ほぼ同じ角度で弦を当てることができるんですけど、例えばこう弦飛びですね、例えば5、3、4、2、3、1とかなった場合、こういった時ってかなりミスピッキングが増えるんですよね。でこれの時の、まあ、どうやってうまくコントロールするかというと、まあ、初心者さんのうちはこのボディに軽く小指を触れておくことによって、ここをね支点にしながら、距離感覚をつかむのが、おすすめかなと思います。こんな感じで軽くボディに置いて、こうやってあげると比較的狙った弦はしっかり弾けるかなと思います。今5、3、4、2、3、1弦という風に順番に弾いてるんですけど、こんな感じでねボディに軽く触れて弾いてます。でこの時も肘と手首で小指を支点にしながら、こんな感じですね、こうしてあげるとかなり安定したアルペジオが弾けます。何も支えずに弾くことも可能なんですけど、これって結構難しかったりするんですよね。まあ、もちろんねこういう弾き方をする時も出てくるんですよね。あの中級者さんぐらいだったら分かると思うんですけどね、ここからなんかいきなりこうハイブリッドピッキングとかするとき、小指ここに押さえたらできないので、ハイブリッドピッキングを中心にやる方はあんまり小指を置いてるイメージはないですね。はい。そしてこの、ピッキングのコントロールを鍛えるいい練習がありまして、まあ、メジャースケールを3音ずつで弾いてあげるとかなり効果的です。1弦に対して3音ずつ弾いてあげます。そうすると、ドレミでダウンアップダウンで、ファソラがアップダウンアップになりますよね。でまたシドレがダウンアップダウン、つまり弦が変わるたびにダウンとアップが入れ替わるので、かなりこれは効果的な練習なんですよね。こうドレミでファ、これアップから入ります。でまたダウンから入ります。アップから入ってダウンから入る、このまあ3ノートパワーストリングっていうんですけど、このね1弦に対して3音ずつ、弾くパターンっていうのはピッキングのコントロールが鍛えられるのでおすすめです。これはまあエレキギターやってる方もアコースティックギターやってる方もぜひ、しっかりやっていただけたらなと思います。この時にね、肘と手首をしっかり動かして、例えば5弦から4弦に移動する時はちょっと普段より大きく振り下ろしてアップから入る、でダウンから入って、でまたアップから入る時はしっかり振り下ろしてアップから入る、そう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 、こんな感じですね。でこの時も、肘が、まあ、映像ではほぼ動いてないように見えるんですけど、まあ、ちょっと動いてるんですよね。うん、なのでしっかり肘も動かしましょう。はい。こう、まあ、大げさに言うとこんな感じで肘から動かすイメージで弾いてあげる。でこのイメージが、だいぶね、固まってくると少しずつコンパクトな動きに自然となってくると思います。まあ、これは反復練習で身につくものですね。うん、慣れてきたら、まあ、自然と何でもそうなんですけど動きがコンパクトになってくるかなと思います。
まあ今ね、3ノートパーストリングでやったんですけど、例えばペンタトニックスケールとかだったら、1弦に対して2音ずつなんで、まあ全部ね、次の弦はダウンから入ることになるんですけど、これもね、かなり肘の動き、手首の動きが重要になってきて、かなり動きますよね。音が上昇するときは肘が下がっていき、下降するときは肘が上がっていく。この動きが非常に大切になってきますので、ぜひね、ペンタトニックスケールとか練習するときも、右手の肘、手首、この2つの動き、ぜひね、チェックしながら、まあ、鏡とかでね、チェックしながら、まあ、フォームをしっかり確認することが大切かなと思います。はい。今回のレッスンはこんな感じで終わろうかなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、右手のピッキングのコントロールですね、のお話をさせていただいたんですが、このアルペジオをするときは、まあ、小指を軽くボディに添えてあげた方が、まあ、最初はやりやすいかなと思います。小指を支点にしながらね、弾いてあげる。で、まあ、単音で弦移動を含むフレーズとかは、まあ、肘の動きをしっかり意識してあげる。そうすると、綺麗に弦移動できるはずです。まあ、ぜひね、そういうね、意識を持って練習してみてください。はい。ではね、今回の動画が良かったなと思われた方は、グッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。